次のこの変えるときを何を変えてほしいのかみたいなうんうんまあそう言ってたね一番最初に、ね、一番一番なのは手ブレ補正だって,言ってそれ手ブレ補正だよね,ねそ,その中にじゃあこういう <laughs> 2>, 2枚が入っちゃったのかあ,ううあかどうかまで覚えてないくらいなかったんだよ、うん、だあなたのホビーにカメラ技術をプラスアルファアルファホビー物 だって行ったところでしょうがないんだもん、これだってダブルにならないんだもん、これだって行、うん、ったところで行ってダブルになるならなんぼでも言いますけど、何年だもん、これ、しょうがないもん、このカメラ。話聞いた限りではなかなか難しいと思うよだだだ。だって、こんだけしかないんだもん、ぱが、まあ、しょうがないじゃん、これ。言ってるよ、たぶん、7C が。だって僕、こんだけしかないもん、しょうがないって言ってるよ、うん、多分このカメラが。ちっちゃいんだもん、つって、それは。言ってますよ、それは。うーん、そう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 。ねえ。うん、なんで、まあ。 別に何でも別にいいと俺は思うけどただたださっきの話に僕は戻りますけどもあの言いたい人の気持ちもめちゃくちゃ分かりますそれはなぜならばやっぱり自らのやっらの信念とかっていうのは信じてるんでそれはやっぱり言いたくなるのもめちゃくちゃ分かるし、まあ、言うのも自由ですそれは全然、うん、別に構わないと俺は思ってますねはいですねうん 俺もそう思うねあの、スロットの故障じゃなくてメディアトラブルだよね、だからまあメディアをだからなるべくいいもの,にその、うん、を使って、あの古くなったメディアはもうなるべく使わなくするっていう、そのまあ新陳代謝をなるべくするだけでも、たぶほぼゼロに防げると思うんですよ、このトラブルって。物理的に割れちゃうことなんかほぼないですしね、今までもないです、自分は。うんそう だからまあそこのとこっていうのはまあこういうカメラなんだから、まあ、そういうカメラもあっていいじゃんと、なんかデュアルのカメラがあるんだから、別にそれ選べばいいと思うんですよね、うん、全然、うん。やっぱり選べる、うん、選べる世界でございます。ま不毛になっちゃいますけどね、またまあ、ちょっともも盛り返してやるけど、縦栗みたいな話になっちゃって、あれなんだけど、<laughs> <の>うん、縦繰りの話しないけど、基本的にはそういうことだから、はい、全くね。うん、そ,うそうです、そうです。バリエーションが豊かになってきたので、うん まあそこのとこで選べるからいいじゃんと、まあでで、バリエーション展開してきたものに対して、まあだこだ言いたい気持ちも分かりますが、まあ、でも、言った、まあ、まあ、ね、行ったところでなんともならんんですよ、これって。な、うんと、あのー、うかな、まあ、俺、前ちょっと前話したけどさ、結局、居酒屋でさあの、ドラゴンズの采配に,に文句言ってるのと全く一緒で、うんね、何の役も出ないんですよ、はっきり言って。<laughs> おいあの監督、大変おかしいだいの、あいつクビにしろって,言って、あ,んなにありえねえよって言って、中華料理屋で叫んでるのと全く一緒で、あの、うん、<laughs> にも変わんねえぞですよ、こんなこと言ったって。だただ、言うのも分かる、言ってすっきりしたりも分かるし、言いたい気持ちも分かるんで、うん、まあご自由にどうぞという形でございますね。は、うん、はいいいででございますね、はい、ですねねうーんあー ああクライアントに言ったら何々期以上と指定されて、もうじゃああ指定されてるのを使えばいいんじゃないですか。そうそうそうそ,うそ,のそのままなんですよ。だったらそれを使えばいいわけ、うんそう。でも別に僕はこういうのにあったことがないんで、うん、そういう世界は知らないです。だそういう世界でやってるからそう。だそれをだから、他の人にも常識として適用それできますかって話なんですよ。それがね。うん、そう。だそれ指定されたらそれでやるしかないですよね、それは。うん、うんですです。それじゃないですか。 変わりまあ、シングルスロットで仕事する気にならないってことは、仕事できないでしょう、以上って書いてあるんだから、うん、気にならないっていうのも不可能じゃないですか、うん、それははっきり言って、もう全然話にならないですよ、うん、うん、黒い服で来いって言ってるのに、白い服できたのと一緒でしょ、<laughs> ね、それはそれあなたのままじゃないですか、かクライアントは黒で来いって言ってるのに、なんかもう、いや、だから僕はあの黒い服以外では行く気になりませんの、ね、で、いや、それはルールだからしょうがないです、そっていう話ですもんね、それは。 うん、ねえうん、まあアーモンドさんも言ってますけど基本的にはだから本体小さくして手軽に持っていくっていうことだから、うん、まあ、うん、あのー、いまあこ,これに尽きるんだけども例えば、うん、その中の人の話を聞いたときにじゃあ要はこれ私説明しましたよね。あのーうん C の1型から2型になるときとか、要はソニーのカメラに次のこの変えるときに何を変えてほしいのかみたいな。うんうん、まあそう言ってたね。ん。一番最初、一番一番なのは手ぶれ補正だって言って、手ぶれ補正でよね。その中に、じゃあこういう2枚が入っとったのかどうかまで覚えてないくらいなかったんだよ。だそれって、俺から言わせればごく一部の人だし。 そね。で、ごく一部の人だし部長が言ったように別の機会があるんだから、うん、そっち選んでもらえれば OK じゃんけどなんでそれではいけないのって話だもんね。C はそこじゃない部分でちっちゃいから当然、うんまあ、こういうお金が高いカメラだからなぜダブスロットそれをただのかその人のこう何て言うのかな思い込みっていうかねあの 考え方の押し付けになってしまうからだからそうなんだよだからもう別にいいじゃんって何十万もしてシングルスロットのメディアのカメラってありますもんね他のところにもね確かそうだねそうだねそういうカメラはどうなんだとかじゃそれのカメラは AF がついてないとかっていうのもあるじゃないですかありますねはい。じゃあそれで普通の核金額なのに AF が付かないのはどうなんだってかっていうならないよそれそれとならないですねその話は全くならないですねだからそれはそういうもんですからそう こういうもんなんだ。うん、だから、これもね。うん、どうしようもないですね。うん、なんで、まあ、別に。うん、あの。まあ、高きゃ買わなきゃいいし。うん、気に入らなきゃ、使わなきゃいいし。うん、でも、それが、例えば。もう。 いやでも俺はもうそれを使えっていうふうに言われてるんだとか強要されてるんだってうのはちょっとそれはかわそれ確かにかわいそうなんだけどもなかなかそういうのも聞いたことないんでねそれはちょっとよく分かんないですけどもあのまあ他にあるんだったら別にいいんじゃないの車だっていっぱいバリエーションあるじゃんって話じゃんね うん、い,っぱいあるじゃないですか、うん、ツーシーターの車にさ、後ろの席がないって,て、文句言ってもしょうがないじゃん。いやそういうと同じなんだよだって、だってツーシーターだもんっていう。うん、荷物載せたいんだよっつって、<laughs> ツーシーターの車に荷物載せたいんだよ。そうもう席がね、<laughs> 席が2つしかないんありえないっすよ。<laughs> そんなの後ろの席がない車なんかもダメダメと。乗ってる人はトーシーターが乗りたいからオープンカーを乗りたいからってでも, <laughs> でもそれはでもトーシーターの車とか好きな人からしてみたら <laughs> まあでもんまあトゥーシーターだもんなこれっていうそのでも言われてることは正論で本当なんですよ。うん、確かに後ろはない。うん、確かに荷物も乗せれん。うん、だけどこれは。 そういういもんなんなですってこの車が乗りたいんですから、ね、<laughs> だからいいんですねそうだからまあそうねなんかでもすいませんってじゃあその車が600万だから信じられない、うん、600万の車に後ろの座席がついてないのおかしいって言ってるのと同じだもんねだって、ね、そうそう。<laughs> だからもうそれだから言われてもしゃあないんですよ、だってそういうもんなんだもん、そのためにツーシーターにすることによって、ボディちっちゃくして、得られる機動性があるわけです、あれは。あスタイルとか、ね、かっこよさもあるし、座席の、要は自分が座ってるお尻のほぼ真下ぐらいに車軸が来るわけですよ、リアの。でそれで要はお尻でその後ろの後輪の感覚を得られるっていうのを得てるわけです、ね、その代わりに、ツー 2> 2シーター、後ろの席を取る代わりにね。だってこれもそうじゃないですか。 こいつをじゃあシングルにするかわりにこの小型コウを得とるわけですよ、これは。うん、ねそれだからや分かってやってんだからさ、うん、分かって後ろの席ないんだから、これは、うん、っていう、それを言われても、うーん、困ったなっていう、うん、多分、困ってると思いますよっていう感じになるよね。で、まぁ、あ、金額は、ね、新しい機種になって、これだけ物価高も、ねうん、合わさって、うん、じゃあ、これで AIF で積んで、高画素機で、じゃあ、めちゃくちゃ安く出して。うん つったらまあ、まああそれすげえソニーの A だろうけどどう考えたら R5 の金額からこう算出される数字はもうおのずと見えてくるわけだからまあまあそうですね。まあとしてはこんなも、まあ高いけどねなかなか安いカメラだとは言わないけど<う>昔に比べればだけどまあ落としどころとしてはこのぐらいの金額かなってやっぱ思っちゃうわけですもんねだから 2>, ーでもか2シーター作ってくれたんですよこれ。<laughs> こかそれ使いあのあの新しいインテグラの次にああいああのフォーダーのあえっとね インテグラのフォードはね、タイプ R, <laughs> タイプ R のフォードは。作れ、作れって言って、作ったら売れないってやつでしょ。<laughs> そうそう、全然,全然売れねえっていうね、<laughs> 地獄のってやつですね、あれ、うんはい、本当に。だからまあ、別にどうでも別にいいんじゃないかなと僕は思うんだけど、ただまあ、言いたい方の何度も言いますが、別に言ってることの,ひこの人を別に否定するわけじゃなくて、言いたいんだったら、まあ,あ、おっしゃっても別にいいんじゃないですか、うん、言いたいんですからね、うん、それに関しては、まあ、しょうがないんじゃないかなっていうふうには思いますね。うーん まあでもやっぱりね、なんだろうかな、結局、誰がどんなふうに文句を言おうと、どんだけギャーギャー騒ごうと、出るものは出るんですよ、カメラが。例えば、あれでギャー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 騒いて、カメラの発売が停止するんだったら、皆さんも騒ぎはいいんですけど、そんなことはありえないんで、粛々とこれは出てきます、新しいものは。で、私も買うし、買う人もたくさんいるし。で えー、どんだけ買った人に対してバカだと、あんなカメラ買うのバカだ、アホだという形で、めちゃくちゃディスられようが、買ったもので写真撮るのは撮るんですよ、我ればあれは。で、それでフォト体験できるんで、まあ、結局、何も変わらんという形でございますね。